俺スタピーのゲーム持ってんねなんかね、これで 47% かいったら嬉しいね。 6% なんかさ、ある意味スタフィーのゲームさ、むずいとこあんだよね。そう、あと曲たまにかっこいい場所もあるよね。そう、じゃあ、取り戻ってどうする？まだやろう。じゃあ、こうやって終わりにしようか。戦艦ハルバードね、さっき言い間違えたけど、なんであれやあれや、ほんとなんで。あ、来た。あ、スネーク起動。ひっくりマークの男。てか登場遅いだろ。俺任天派とかセガ派とかさ、あのなしにした。ゲームはどの会社も素晴らしいじゃないか。なんかさ、待たせたなって言うけどさ、この実況的にもさ、あのリアルでもさ、待たせすぎだよ。いや、死んでてもいいんじゃないかって思ったけど、でもかっこいいから許す。あ、そうだ、そうだ、こいつダメだ、梅ちゃん。あ、なんか皆さんだ。ダメよ、ちょっと待て、お前逃げんの、ちょっと待て。ゲームもいいよ。オブライブラックジャックです。うん、おい、何すんの。あそこに仕掛けちゃってんだよね。いけない。うわうわ、ちょ待て、ちょっと待て。あ、埋めちゃった。またよし、テンポイ。うわてめえてめえ、だって俺一応 MP だから。君は人の疲れるでしょ。おつ暗い、どこがやきや、最悪やん。うわー、誰か来た。これさ、このシーンさ、一番好きなんだけど。これスマブラムービーの中で一番面白くない？これ人身売買なの。これよいしょ、これスネーク何を愛してんだよって君は。このさ、ゆっくり開けるやつ。まあ、ルカリオが待って待って、スネークあそこからっていうのないよ。よし、メタナ行ってほしい。スネーク設定も声もかっこいい。うん、ほんとスマブラ参戦嬉しかった。うん、ほんとにさね、そういうのあってほしいんだよ。オールスターズ、本当のオールスターズみたいな。でもさ、こういうあの任天堂みたいな他のゲーム会社の出るのでさ、ごちゃごちゃやっているじゃん。うん、でもそれに対してかわいそうだよ。他のゲーム会社の素晴らしいゲームを楽しめるんだ。かわいそうに思い出す。まあしょうがない。なんかこれフラグ立ってるぞ。なこれ、これ取ってみた。取っていいの？ 2% ちょい。スネークが少しのダメージも我慢できなかったみたいな。たったの2ダメージで。これちょっとバカだろー、量産が高い。でも一人だけなんか変なことで他に爆弾を落とし、なんかボタンを押したけど今奪った、チョコ奪った。待って、今なんか押したけど、なんかだからスイッチ押していくんだ。そこの下が開くんだ。ほっ、ツルツルツル。おい、いた。って、あ、埋めちゃった。違うよ。いた。おお。よし、消えた。2発で消えたよ。った。よし、もうちょっと上。びっくりした、俺が死んだんかと思ったよ。喉痛いなって思いっきり笑ったもん。うん、ああ死んでくれ。あ、違う、あれだあれだ。え、クロス量産型。ここはムカついた。ちょっとやだわ、今の全部やだわ。ボタン。タンマジでボタン。あ、だだだだ。ああ、ボタンって指ですか。ボタンって親指ですか。エビ、ボタンエビのこと。ああ、もうさ、カオまた張りっぽかったんだけど。それでちょっと待って、食わせて食わせて。あとさ、
知ってる人は知ってるかもしんないけど、アニメのあの西くんの声、ハリスの話。ちょっと、あ、ごめん、やっちゃった。ちょっとどいて、死ぬ。わざわざそんなことしなくても取れるだろう。なんかあった。ちげえ、こっちからやん。どこだ、一等身が、どうした一等身に追われる。一等身が出ちゃう。あ、こいつさっきこいつに俺バンバン打ったの。まあそこら辺ほっといていこう。シールか、ね、打ったけど意味ない。うわう、もう無視こいつが。こいつは無視だよ。無視だー。ハリスやめようぜ。無視だー。あぶらしたね。わかった。暗いだろう。ほら、こんなとこ村雨あー、焦ったわ、俺負けたかと思って。わさび色のパワー。待って、全く何も攻撃上がってない。何でわさび、はい、誰でしょうと。頑張ってしねえ。ふざけんなよおい。俺遠距離型のキャラなんだぞ。あ、どうだな。あ、うわ、痛い。泣いてる。あ、うわ、痛い。英語なのか日本語なのか。何語だよっていう。じゃあお茶ごと名付けようか。やめてくれ。お茶さんの使うことが良くない。いいよな、悪いよ。何だったんだ、危ない。いた。ワープしたら思いっきり刺さりました。危ない、死ぬかと思った。なんか仕掛けちゃった。まぶしました。しつこっ。突っ走るよ、突っ走る。うわ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 、もう全部よけた。危ない。俺死にました。引き殺された。あいつに引っ越されるの、これで何回目？引っ越されるの？それただのストーカーだろ。うわ、ちょっと引っ殺されるのって言ったの。え、今こいつ壁の中入った、ね、入ってやる。青い壁の中入ってやる。嘘だ、下手したらそのまま行ったぞ。さあ、これさ、どこまで。何を言ったの？これどこまで行けばいいのって。うー、ここに倒せば。倒せば。ここの敵全部倒せば。倒さなくていいんですか。違う。違う。やっぱり消してよかった。何した。あ、青い。メタナイトが。やれ、やっちまえ、やっちまえ。メタナイトかと思ってない。ルカリオかと思ってた。さっきルカリオ使ったことない。さっきからさ、名前を間違えるよ。よし、じゃあ俺だけだとね。ね、好きなキャラの名前を間違えるよ。順番とか孤独ね。あれ、私はあのカービーモノクの、あ、お前あれ、つかみつかみやったよ。もうこれ全部あれやねん。違う、まだ残ってる。嘘、まだあんの。あ、違った。あ、相手じゃないの。相手ではもうここら辺で終わりにしたいね。って言うけどさ、久しぶりだぜ。それとさ、ゲンジいつ撃つんだ。どういうこと言います。いつ撃つんだ、いつ撃つんだ。巻きまぐれね。おい、なんだこれ。あー、これまたやん。なあ、この窓では。キャー、これ新しいドロパックかな。花粉パックって名付けよ。そう、絶対花粉症になるよ。でもあれさ、もしさ、フィギュア化してまだ感覚あったらさ、相当やだよな、今の。全身に鳥が立つ。そう。待て待て待て。こいつら。うん。で、てかね、桃色の人はね、まだいいとして。うん、あの、荒ぶる人はやばい。もう一人の荒ぶる魔法を使う人はやばい。まずい。うん、てかさ、光の魔法とかさ、そういう風に言われてるけどさ、ゼルダの
破壊してんじゃん、あれ闇と同じじゃん、破壊の魔法だね、うん、クラッシュ AC の魔法のことだしボボボボーンってってかあれあおお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 おあ、回転なら負けないぞ、その点返すよ回転なら負けんぞ、これ何を反逆、俺が掴めねえよ、だから、スタバから使ったね、うーわせいやっとーやって、この位置は一方的なんだけど、やめよやめよ、おじさんに食べるのやめよあ、ブス、おわ来た、あれ、あ、俺持ってる、うん、よし、さよならよし、あれ消えないのあれお前お前お前がえっあーおーおなんでこのフットビー、あぶない、ちょっとうたけ、うたけ、あぶない、危ない、危ない、危ない、投げろ、今だ、あれなんだよ、あ、違う死んだぞー君、何をする最初からそれ取るっつあね、さようなら、ね、自分自身に戦わせてた方がいいよね、あいつらのコピーできるじゃん、うん、で、あれ切って解放してた、じゃあ君たち頑張ってるさよし、終わったぞ、んボルダ、ボルダいったどうした、変なとこ釣りつまったびっくり、さてクリア率は何パーなりか、何何パーなりか、殺して懐かしいな懐かしいって言うけどさ、うん、本再生見たことねえけど、いやテレシズでやってたよ、お前見れないけど、多分あの静岡でやってた、シズいいぞーいやなあほんとさ、うん、これ終わったら再実況ホラゲーやんないか、やだ、待ってやろうぜ帰れ、あのさ今さ、うん、あのさホラゲー実況やんないって出てきてさ、題名がさお花畑俺今の見てすぐにイラってきた死ぬ設定かよもうみたいなもう死ぬ、最低限死ぬことは決まってんのみたいな、てか今の曲さプレイヤー舐めてんだ、てかもうやめちゃうのかよ、うん、まだ5時ないじゃないかよ、だから録画時間の方を見てくださいよ、あの様なん、え、ごめん、はい、じゃあ今回はここまでにしたいと思います、ご視聴ありがとうございました、強制的じゃねえか、はい、お疲れ様でした、この野郎強制的がいいんだよ一番、それといろいろさ謝るべきところがあったよ君なんかコテキャラバカにしたりさ、メタナイトの私物バカにしたり